必殺油断。よし、オッケthank you.
ぜ。敵は一体よ。
強い相手じゃないよ、負けないで。うん、これはいける。どこで生き残りみたい。油断しないで。よう撃破！先輩、この調子！
めえが久保か。やろう。あ、食いしばれ。待て幹事、なんか様子がおかしい。どいつもこいつも気に食わないんだよ。だからやったんだ、この俺が。どうだ、なんとか言えよ。たった二人じゃ誰も俺を見ようとしない。だから三人目をやってやった。俺が殺してやったんだ。なんで黙ってんだよ。何も感じないから。何言ってんだ、意味わかんねえよてめえ。な、何よ、どっちがシャドウ。僕には何もない。僕は無だ。そして君は僕だ。なんだよ、なんだよそれ。俺は無なんかじゃ。いけない、このままじゃ。なんだお前ら、どうやってここへ。くそ、誰なんだよ。こんなとこで何やってんだよ。うせえ、てめえを追ってきたに決まってんだろうが。あんたが犯人なの。そうだよ、決まってんだろ。俺が全部やったんだよ。偽物が何言おうか知るかよ。そうだ、お前なんか関係ない。俺の前から消え失せろ。お前らもだ。こんなところまで追いかけてきやがって。お前らも殺してやる。まとめて殺してやる。俺はできる、俺はできるんだからな。見てみろ僕を。なんだこれ。くそ、結局こうなんのかよ。みんな頑張って、こいつ倒せば事件解決は目の前よ。何かと思いや、ゲームキャラってか。たく、どこまでふざけたやつだよ。さあ、外側を崩さないと本体には攻撃できないみたい。
つ。やるぞ。Thank you.
我の汝、はい、やるぜ！じゃあ！
やるぜ。やるぞ。
決めるぜ、ペルソナ。行きなさい。怖がらなくて。
ぜ。やるぞ。Thank you.
輩ピンチ、誰か手当てをお願い。行きなさい。
我れば何時、はい、
Ah!
我ら何時ここにいる証拠が欲しいんだ。だから君らを殺さなきゃ。
せえ。行きなさい。ここにいる証拠が欲しいんだ。だから君らをこうさらぎ。
行きなさい。Yeah!
決めるぜ。行きなさい。
決めるぜ。Боже, я никогда не думал, что буду так счастлив в своей жизни, убив ебаного младенца. ついたか？ったく、手間かけさせやがって。なんだこれ、お前ら、お前ら
一体何なんだよ。警察がお前を追ってる。モロキン殺しの犯人、それから前の2件もお前だろうってな。お前が全ての事件の犯人なのか？全ての事件、全て俺。そうだよ、俺だよ。ちくしょう、こんなクソ野郎に。諸岡の野郎だけじゃない。頭悪そうな女子アナも、小西とかいう女も、全部俺がやったんだよ。俺が全部だ。消えた？どういうこと？消えた。化け物め、消えやがった。ざまあ見ろ、ちくしょう。おい、かなり消耗してる。とにかく早くこっから出さないと。ここ、なんで、な、とこ、なんなんだ、お前ら。やめろ、なんで、テレビが、え、ちょっと、いろいろあって混乱してるみたいだね。けど聞きたいこと山ほどあるくな。まず、どうしてこんなことをしたくな。さっさとハキハキ答えちゃい。なんだお前、キングルミかそれ。バカじゃねえの。キモいぜ。キモい。うがー、ちょっと下がってろ、余計混乱する。しつけんだよ、何度もそう言ってんだろ。なんでこんなことしたの？人を三人も殺そうなんて。町の騒ぎ見たろ？大騒ぎだ。俺がやってやったんだ、全部一人でな。目立ちたかったってことなのか？私や他の人を狙ったのはどうして？どうやってさらったの？だよ、見たことあんなと思ったら。お前、ユキコじゃん。今さら俺と話したいとか。ありえねえよ、今さら。答えて。私のこと恨んでたならそれでいい。けど他の人はどうしてなの？笑える。すげえ必死になってんの。誰だってよかったんだよ。どいつもこいつもムカつくやつばっかだ。誰でもいい？本当にそんなことで選んでたのかよ。こんなやつに、こんなやつに先輩が。てめえ、覚悟はできてんだろうな。何？俺を殺そうっての？あ、カジ君。殺すだ？クソが、思いやがんじゃねえ。てめえは取り返しがつかねえことをしたんだよ。きっちり償って落とし前つけやがれ。くたばっていいの？てめえのしたことがどんだけ重いか骨身で分かった後だ。なんでだよ、ちくしょう。
てこんなくだらねえやつに。警察。え？何ぼさっとしてんだよ。こういう時の百刀番じゃねえすか。そうだな。花村。足立さん、嬉しそうだったね。まあ、これで。けどさ、目立ちたいだけなんてあんまりだよ。あ、いや、意味があればいいってことじゃなくて。分かってるよ、心配すんな。終わったね、全部。あとは警察に任せよ。これでクマの世界も平和クマね。うん、よかったね。ほんと、いろんなことあったけど。逆なんとかね。だから、どこまで粘着なの？え？あ、逆なん？いいの知らなくて。カンジ君もサウナのこと忘れてほしいでしょ。う、そりゃ。なんかずるい。私もみんなの見たかった。そっか、俺らだけか、全員分見たの。ねえ、花村のってどんなんだった？そろそろ時効でしょ？教えてよ。まあまあいいじゃん。そういえばお前の時、何もなかったんだよな。へえ、本当かな。やっぱり先輩は特別な人？さすが先生。けど、リーダーって呼ぶの考えてみりゃしまいなんすかね。そっか、なんかちょっと寂しいね。ドラマの撮影とかだと必ずやるよ。楽しいし、終わったって実感できると思う。ああ、打ち上げね。いいかも。いっちょパーっとやっとく。はいはいはい。クマ、ユキちゃんのお家行きたい。宴会、お座敷、温泉、浴衣、芸者、不祥も。そっか、先輩んち温泉旅館か。あ、天木先輩も入ってる。温泉？口に出すなって、変態っぽいから。あ、楽しそうだけど今日はちょっと無理かな。あー、夏休みでシーズン中だもんね。お部屋いっぱいか。ダメ、クマか。今度ね、約束。あー、じゃあさ、代わりにお前んちとかどうよ。あー、でもおじさんに何の打ち上げって聞かれたらやりづらいか。一緒でいいじゃん。てか、遊んであげようぜ。そっか、おじさん刑事さんなら今日とか帰れないかもね。ナナコちゃん、お腹空かせてないかな。じゃあ、みんなで何か作るのはどう？へえ、先輩たち、お料理得意なの？まあ、それなりに。何を言っているんだ、この人たちは。林間学校の時の記憶をどこへ置いてきたんだよ。あの時はたまたまだって言ったでしょ。そうだよ、材料を少し間違っただけ。頼むよ、やめろって。これ以上心に傷を負わせないでくれ。ねえ、私も料理得意だよ。先輩に作ってあげたいな。じゃじゃーん、
クマいいこと思いつきました。料理対決でモッキュモキューの巻みたいな。つか料理対決だ。ますます嫌な予感すんな。お面白そうじゃん。私が勝っちゃうけど、イベントの絵的にそれでいいの？頼む、お前も作れ。お前に一筋の希望を感じる。じゃあ、君が男子代表、七子ちゃんが審査員ってことで。俺も味見役ならできるぜ。クマも味見役ならできるぜ。大変おいしゅうござんましたって言うんでしょ。燃えてきたぜ。よし、早速下の食品売り場へ出発じゃ。はい、堂島です。あ、お兄ちゃん。うん、今日も遅いって。え、ご飯？お兄ちゃんたちが？七子ちゃんに何が食べたいか聞いて。食べたいもの？何でもいい。遠慮してるんだよ、もっと聞いてみて。オムライス、オムライスがいい。オムライスね、いいチョイスだ、ナナコちゃん。さすがにそんくらい無難なら食べられない物体にはならなそうだ。あれ、どうした？別に。じゃあ食材取ってくるから。全員オムライスなのになぜ別々の売り場へ散っていくんだ。こりゃお前に全力で協力しないとな。欲しい材料取ってきてやれよ。行ってみ。さすが見逃さないね、先輩。スペシャルなオムライスって言ったら極めつけはこれでしょ。先輩たちにも食べさせてあげる。そうだ、あーしてあげちゃおうかな。前に先輩たち、とても言葉では表せないようなひどいもの食べさせられたって聞いたから。あれはひどかった。ひどいものを。く藤川さん、調子に乗ってられんのも今のうちですことよ。一撃で仕留める。おーおー、早速セメント前みたいな空気になってるっすね。ちょっと、それお酒。は？あ、やべ。あれ、そういえばクマくんは？ねえねえお姉さん、これ食べていいものなの？まあいいよいいよ、好きなだけ食べちゃって。お姉さん優しいな。これももう焼けたよね。こっちも焼けたわよ。あら、もっと食べたいの？じゃあこっちの商品も開けちゃおうかしら。お姉さん、美人だね。うまー、ダメダメダメよ。私息子もいるんだから。食べてみたいんだ、このお肉。お姉さんに焼いてほしいんだ。怒られちゃうわ。無理だって。あいつ、
始めっぞ。すると実感するや。事件ついに終わったんだ。ねえねえ、すごいよね。本物のリセちゃんだよ。クマ、そろそろあっちに帰らないといけないな。どこかに帰っちゃうの？もう約束が済んだからね。約束か。じゃあ、ナナコと約束したら帰らなくていいの？ナナちゃんと約束？遊んでもらう約束。ダメ？クマは先生たちに約束を果たしてもらったよね。だからもうあっちに帰らなきゃ。でも約束は約束だし、破ったら良くないし。ちゃんと約束、遊ぶ約束確かにした。クマ帰らなくて本当にいいのかな。クマの方からじゃなくて、ナナちゃんの方から約束、とってもとっても嬉しい。ありがとう。できたから、もう少しジュネスでお世話になりたい。お願いできますか、お代官。はぁ、あ、バッカだな。当たり前だろ。勝手に職場放棄すんな。だいたいお前がいなくなったら。できた。はい、邪魔邪魔先輩。まいって。待て、いきなりナナコちゃんに食べてもらうってのは、そのいかがなもんかな。こっち見んな。ああ、毒味役ってことっすか。毒味ってひどい。じゃあ私のはまず花村先輩食べてみて。絶対美味しいんだから。俺が一番でいいのか。いや、実は何気に期待してんだよ。そうじゃなくたって、リセチー手作りの料理食べるとか普通絶対ない体験だろ。じゃあいただきます。これはナナコちゃんにはやれないな。やった、美味しくて独り占め宣言。私のね。味見はんじゃ俺っすね。おい、そんな無防備に。ちょっと何か言ってよ。いや、そのなんつうんだ、不毛な味っていうか。不毛？不毛って味に使わないでしょ。美味しいの？どうなの？
美味しくはないっすね。なんかこうお麩を生でかじったみてえな。こんだけいろいろ入ってて全く味がしねえってある意味才能じゃねえすか。繊細な味がわからないだけよ。美味しいよ。ななこちゃん。じゃあ次は私ので。緊張するな。けど絶対うまいと思う。今度こそ。クマがいただきます。どう？うわ、まずい。陽介たちも食べるクマよ、ほれ。自分でまずいって言っといてお前。ああ、なるほど。いやほら、でもさ、前のカレーに比べたら格段の進歩じゃん。普通にまずいってのが一番きついから。しかも慰められた。これも美味しいよ。ななこちゃん、もう本当だ本当だ本当だ、普通にまずいこれ。じゃあリセちゃんの食べてみなよ。絶対私のが美味しいんだから。先輩一撃だ。まあ天城や里中のもうまくはなかったけどさ、ぶっ倒れはしないかな。子供にはわからない味なんだもん。大人の味なんだもん。先輩たちがお子様なんだもん。私先輩も作ってたっすよね。お兄ちゃんの、いただきます。うん、美味しいよ。ななこちゃん、お腹いっぱいになった？俺らは減ってるけどな。なら食べる？台所に残ってるよ。普通にまずいのが。ところでさ、提案があるんだけど、今度お祭りあるだろ？商店街のさ、あれみんなで行かないか？あ、賛成。むほー、ひょっとして浴衣くまか？お祭り。ななこちゃんも一緒にさ。一緒にいいの？本当？はーい！決まりだな。出店で買うと大したもんじゃなくてもうまいんすよね。またふぅ、今度はまともなもんにありつけそうだぜ。
もし、一条。そっか。
ごめんね。これもらってくれる？ここでの私はあなたにあげるわ。何が正しいのか、何を選択するべきなのか、答えはあなたの中にあるのよ。それじゃあ、さよなら。